めどうしないで。素晴らしい。せっかくですから、ぜひ召し上がってください。涙雨。降れてあふれる。頑張って。走行破損。陰陽転換。答え見つけてごらん。きっとと湘南に過ぎないわ。涙雨来る気が溢れる。やっと来た。ずっと待ってたんだよ。5分しか待ってないけどな。じゃあみんな揃ったみたいだから、さっき請求列車宛てに宴の待って、この感じ、遺産がそんなにたくそんなに構えなくてもいい。今回受け取ったのはピノコニーの大学は太陽の時で、開拓に関するセミナーを主催する予定で、そこへ列車を。セミナーって
大きなホールに安心して。そういうつまらないイベントは大人に任せてくれていいわ。もし興味があるなら。ちょうど入学前の時期だから、彩りの夢学園祭の準備をしているところだ。若者同士、新入生と一緒勉強もするんだとしても最高。折り紙大学は宇宙に名を馳せるトップクラスの芸術教育。大丈夫だ。聴講生に重い学業は課せられない。試験も宿題もない学生。みんなやる気満々のようね。選択制の講義に部活。そっか、列車で学業。よし、学校か。そういえばベルトは故郷でそれならた学校か。そういえば折り紙大学はピノコニーで最高峰の。だから学内の雰囲気も非常。何の音？バーナー。到着！あんたってば。変な音？うちはめっちゃ。無駄話はそこまでにして。姫子と幼児ちゃんは付き合いにも参加しなきゃいけないし、大人って本当に大変だね。お客様、何かご用で。株主の皆様、ホテ。あ、忘れるとこだった。皆様がピノコニーにお戻りになると聞きまして。6部屋。はい、皆様の他に姫子さん。パムって。わかった。かしこまりました。再びって。さっきは途中。ねえ炭鉱、あんたなんか知ってるの？俺の推測が正しければ、そのなりすましの宿。そうだ、ブートヒルは何？わからない。そのパムが3日前にチェック。それならすぐ出発。前回と同じ部屋。夢に入る準備をしよう。早くして。大株主たちはもうロビーについているみたいだから。分かってるって。し、誰かが入ってきた。誰？西南とか社？車のこと？セールストークならお断りよ。まあ、あんたが誰だか知らないけど。 おい、灰色の髪に黄色の人。なんですって。そちらのVIPのお客様、先ほどは少々声が。でも犯人が。あんた。ああ、そうそう、あの、もういいからさっさと。
何だったんだろう。夢に入る前にもう少し減っ、宴の星、やはり抜かりがないな。いた仕方ない、ベッドを借りるか。ごめん。呼吸に集中、楽園楽園。何か変、ここが折り紙大学、学校っぽくはないけど、それに、ほとばしる過去の伝説。天に増します大嵐の神、なんたるおぞましき危機一髪の状況だろうか。この牛蜜アワーより威風堂々たるこの摩天楼は壮絶な狩りの始まりへと変化する。ヨウヨウヨウ、星の下悪の住みか、無力なものがもがく今、涙の芸術文字なき忍法、夜の帳に溶け込む人形、乱戦の中で悪党制裁、夜明けの前に花火満開。 Yo Yo リョラ人形、エケエランハここ参上。あいたー、なんという狡猾な罠。ここには邪水だけではなく暗鬼も飛び交っているというのか。違うな、お主は甘すぎる。これは邪水どもが妖術を用いて落下地点を操ったせいなのだ。バナバナ、邪水どもめ、さっさと去るがいい。さもないと両乱忍法の恐ろしさを味わうことになるぞ。バナ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 、そんなバカな。邪水どもと言葉が通じないだと。バナナナナナバナナバナナ、まただこの変な、気をつけろ。
これもジャスイどもの妖術だ。両乱空手正気弾枠ハンドソード。すまない、これは魂へと直撃する両乱空手だ。陰謀が暴かれ、馬脚を表したな。こいつ、そうよ、一体人事をなす。いた、どうしないで。陰謀を渡そう。涙雨降れてあふれる。またか。せっかくですからぜひ召し上がってください。頑張って。全てが消える。涙雨クルテあふれる。戦に敗れて逃げ散ったか。どうやらあの邪水どもはただ者ではないようだ。ここは一旦ひ、忍者は聞かれたら必ず答える。どうも初めまして、 AKA ランハです。立たねばならぬ時に立たねば、その乱は降りかかることになる。銀河忍法帳にもそう書いてある。歌う猿にラップする忍者、これは夢。私、過去のです。うん、お主は確かに夢を見ている。これに触れれば安全な場所へ戻れるぞ。それにここで出会ったのも何かの縁。なんと響きのいい名前だ。どうもバット忍者さん。聞いてくれバット忍者さん、あれらの邪水が現れた。その敵の名は、別れの時だな。さらばだ、また会おう。ここが出口みたい。昔々ある遠い世界に繁栄した都があった。この都では代々一人の任侠が主となり、と任侠の庇護のもと、しかしお猿忍者という名の悪党が、忍道に入って間もない娘よ、お主の決意を認めよう。今日からお主は、ありがたき幸せ。見よ、この陰に覆われた。無情で無情、お主が任侠の意志を継ぎ。さすがはマスタークチャ、なんと流暢な忍びマントラだろうか。お主のその覚悟では、拙者は。それはわしにもわかる。だからこそ。なんだかよくわからない夢だった。今度こそちゃん。おーい、こっちこっち。なんで遅くなったの？もしかしてまた誰かとエディ。猿、忍者。もしかしてあんたが言ってる猿ってあの子たちの。
バナーネモンキーのことだったんだね。教えてあげる。あの子たちは今折り紙大学で、バナーネモンキーは怠けるのとバナナを食べるのが大、それも時計屋が作ったアニメ。いやいや、バナーネモンキーは最近現れた。出どころはわかんないけど、一瞬にしてブームになったんだって。ファン二次創作で一番バズった。うちは今流…そんな情報…もちろん在校生グループチャ…ちょっとくらい努力しないと…そろそろ時間だ。行こい。そういえば、どうしてファミリーは夢の中に学校を作ったのかな。わざ折り紙大学が、そう、後にアイリス家とルーサン家も管理陣に加わり、学部はドリームメイク、ハーモニー、ウェルスの3つに分かれ、宇宙に名を馳せる芸術教育機関となった。わあ、ここって本当に学校なの？フィルムランドよりも豪華じゃん。折り紙大学の校訓は、鮮やかな夢、自由な理想というものだが、目の前の光景がそれを体現しているのかもしれない。学園祭の開会式まで少し時間がある。先にキャンパスを見学しよう。テンポが乱れた。一生コラボスタート。アドリブで。銀河忍法奥義、両乱滅殺陣。ジャンジャン、ハッ。ペースを合わせよう。ドリームカブトゥルー。一生コラボスタート。退くがいい。ザッザッハッ。よく見せてくれ。問題ない。またそれ。ザッザッハッ。慎重にな。困りました。諸悪退散。天候の荒波、さあ飲め。戦輪総理、世を注が。お注射の時間よ。神器を持って一心同期。使うつもりはなかった。天候の荒波。いや、平気よ。おやすみ。
記憶が残る場所、触れられるのはトゲのある花ばかりだ。真面目に働けば報いはあるものだね。収穫？真面目に働けば報いはあるものだね。収穫？有名になるのか？真面目に働けば報いはあるものだね。あなたもバナーネモンキーのバナファンですか？え？バナファンだなんて。うちこれクリエイターズフェアで買ったんですけど、すっごくリアバナバナバナ本当に可愛い。
てしまいました。バナシス、これはバナゴです。最近がなぜスイートドリーム劇団が教職学園祭の期間中ですが、ご安心を。もちろんちゃんと勉強しようだ。そんなに堂々とし。そこの学生さんたち、ちょっと待って。あれ、うちら呼ばれてる、うん、思わぬ収穫。あんたは遠くからあなたたちのことが見えたの。ちょっとふざけないで、話しかけられてるのはうちなんだから。はじめまして、在校生グループチャットにいるバナちゃん、タンオシよ。タンコウだ、よろしくだ。待って、あなたのこと知ってるわ。スター・オブ・ザ・フェスティバルの人でしょ。ビッグスターじゃない。こんな大物と同じ学校だなんて。学部即元試験のことだ。入学式の時、ファミリーのメンバーが調律を。心配しなくていい。結果に不満があったらいつでも学部の変更申請ができるから。夢の中だってストレスはたまるもの。そう聞くと、まあまあ先生もそうだけど、あんたはいつも好き放題やってるじゃない。ほらもうすぐ学園祭。見て、学長先生。そんなことあるの。学長先生が。皆さん、はじめまして。いや、はじめましばなというべ。どういうこと、ドッキリだったりする。なんだよ、バナネモンキーじゃん。私はプリモン教授だ。無論流行りの呼び方、バナフェッサーという。びっくりしただろう。心配しなくても、私はアホでも狂人でもない。諸君にこの姿を見せているのは鮮やかな夢。ああ、なんと美しい響きだろう。だが、スケジュールに講義が詰め込まれていて、寝る時以外は毎日勉強ばかり。卒論はいいか、これは間違っている。夢の地の若者がこんなあり方でいいはずがない。そこで教育研究スタッフ全員が議論した結果、今学期すべての講義と試験を取り消すことに合意。もちろんだ、耳を疑う人、学業と生活の悩みを忘れて彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。鮮やかな夢、自由な理想。この学校の雰囲気良すぎでしょ。学風は噂よりも開放的なもののようだ。確かにその方がピノコニーの雰囲気に合うかもしれない。次は即元試験だね。応用教室へ向かうぞ。そこが試験の控え室だ。
どれほどでも。演者たち静かに。シャオ君静かに席についてくれ。録画録音は控えるように。 Are you ready? 映画まもなく上映される。演者のショウ君、はじめまして。私は今回の試験の監督、ミスターレック。ミスターレック、話し方に気をつけてください。NG。ファミリーの演者、私がいる場所は全て撮影現場。うわ、本物だ。学校でミスターレックに会える。ミスターレック、私大ファンなんです。カット。セリフを間違わないでくれ。私は今客員教授を演じている。諸君はその学生だ。シチュエーション、この人どこかで見覚えが。あ、そうそう、ブルーの時で肖像画を見たことがあるかも。ミスターレック、ダークスターの殺人、ある星雲の凋落、あの有名なミルワットの夜も彼の作品。あれ、炭鉱はドキュメンタリーしか見ないって思ってたのに。彼の作品は全て事実に基づいている。だから非常に参考価値があるんだ。どれ、台本には試験、実にくだらない。取り方を変えよう。ファミリーの演者、君はもう退場して結構だ。なんですって。調律は即限試験で最も重要な部分なのですよ。は？ミス・スチナ、君は教職に就いている13年4ヶ月の間、7年連続で学術上における不正行為に及んでいた。どうやら怠惰が君の芸術の素養を使えないフィルムの山にしてしまったようだな。学術上における不正行為？今から撮るシーンは学生たちの未来を決めるものだ。にもかかわらず、気学はこの大事なシーンにこんなくだらない撮影プランを採用している。いい加減にしてちょうだい。学長代理に免じてあなたに試験官をやらせて。校則によると、よく考えてみる。校則では
則にははっきりと、試験場では試験官がルールだと。あら、あなたが試験官？そうだ、やっと思い出してくれ。そう、あれ、若き演者諸君、制作側とも合意したのだが、今回の試験は準備はいいか？私が必ず諸君に一問。あのミスターレックって人、あのファミリーの反応が少し気になる。確かにちょっと、それそこの灰色の髪の君、君の番です。あんたの番みたい。やあ、オーディションへようこそ。これから行うのは、いくつかの質問に答えてもらう。君がピノコニーのスター・オブ・ザ・フェスティバルである。シーン1、カット。ジョー、オーケー、これとれ。君は、では最初の質問だ。オーケー、では次。体力があるということだな。では三つ目の質問だ。これは彼女が代わりに聞いてくれる。この子は助監督、頼れる。聞いたか、彼女の質問はなかなか鋭い。さあ答えを言ってみてくれ。おや、彼女を。さて次が最後の七死人。君の記憶は知恵の宇宙ステーションから始まり、そこで出会った者たちに導かれ、開拓の列車、たくさんの撮影現場を回り、さまざまな物語。オーディションの前に監督が演者、そうか、それもいいだろう。カット。ほとんどの回答がユーモアにあふれ、どうだ、満足のいくけ。それはよかった。オーディション終了。感じるか、今主人公ドラマ、あのミスターレックって人、何を言ってるの。私の試験は終わったし、レックが言うには、うちには演技の才能があるって。結局了承したのか。もちろん、それにどうせ損すること。はあ、さすが。俺はハーモニー学部だ。そうなんだ。ミスターレックが繰り返し進めてきたんだ。はいはい、とにかくこれ。そういえばさっき面接の時、ミスターレックにベロブルグのことを聞かれたんだけど、どうしてあの人がそんなことまで知ってたのかな。俺も先週同盟の話をされた。おそらく。見て見て、学生が先に何か買って食べ歩きしよっか。こんにちは、スイーツ部へようこそ。スイーツ部？ありがとう。そうなんですか。ここのスイーツいくら。あ、いえ、スイーツを売ってるんじゃなくて。バナナパイ、バナーネモンキー。それじゃあデザインは。ミツキは何をする。うちはもちろん味見。まずはウェンワークのウリン一体に。
このバナナ。次はスイーツ仕上げにフレーク。なぜチリソースが。それは学生たちはこれでバナナパイのデザイン。それに飲み込んだなのかさんはあの自分の手で人に感動を与え、チャリカはドリームメイク学部の先輩。ご指導私。え、なになに。いえ、なんでもないです。見て見て、バナーネモンキーだよ。悪くない。模型部へようこそ。なんとあなたたちでしたか。グループチャットにいる俺たちのことを知った。当然です。スターオブザフェスティバル七シビと高貴な身分の皆さんですので、きっと物を見る目。ご覧ください、この知性のあふれ。バナ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 。このぬいぐるみ はここは無形ですから、ごく普通のぬいぐるみ。さあ在庫はあと1体のみ。あ、先を越された。ありがとうございます。ねえ、代金は新商品のご安心ください。あれ、何か道を塞いでる人がいるみたい。
待った、ここはまだ通れないぞ。今風紀委員が拘束違反。君たち制服この生意気な。待ってください、委員長。な、何ピノコに。皆さん、先ほどのは冗談です。どうぞここをお通りください。この人、クロックと先ほど拘束違反の、はあ、それは学内にいる不審者のことだ。珍しい身なりを。それってあそこにいる子のことかな。そいつがその学生だ。見つけた。今度は逃げられないぞ。義学忍徒さん、我らの安息の時間はもう終わりのようだ。そのようだな、両蘭人形さん。こやつらはこの地の、なんと投げかわし、忍びの英人は因果を立て、その覚悟には敬服するぞ、義学忍徒さん。聞いたか、ジャキー。喧嘩するつもりな。何を待っている、奉行。全く呆れた。演劇部の女子、もうちょっとくらい演技に付き合ったっていいじゃない。つまりこいつも演技。ううん、彼女はここの学生じゃないみたいよ。それは余計に怪しいだろ。待て、義学忍徒さんとは浮草のように偶然出会った仲だが、株主さん方の友達だ。一体何が分かったって。外部からのお客さんという。やあやあ、騎兵の前に横暴な町奉行が撤退した。お前は制服を着てこい。でな、久しぶりだな、バット忍者さん。これぞまさに開口遭遇と言えるだろう。それに二人の七子忍者さん、どうも初めまして。両蘭忍教 AKA 蘭派です。七子忍者？七子人って言いたいの？なんたる誉れ高き呼び名。どうも瑠璃忍者さん、そして飛龍忍者さん。俺の名前は炭鉱だ。どうも飛龍忍者青い炭鉱さん。彼女すごく真剣みたいだけど、こういう人ってなんて言うんだっけ。12秒。宇宙は広いから、どんなものがあってもおかしくはない。もしかしたら本当に忍法性というものが存在。彼女が夢の中であった忍者か。うむ、拙者とバット忍者さんは忍道において生死を共にした仲だ。邪水の元凶で窮地に陥ったが、人の話を盗み聞きするのは。忍びリッスンパワーは容姿が崩壊する音さえも捉えられる。お主らが拙者の前で。お前が俺たちの仲間だというのなら、正体を明かして目的を話す。もちろん、拙者はそのために来たのだからな。目の前にはまだ貫かなければならない正義があるようだ。この乱派、率先して助立ちに行こう。己風紀委員めよ。ライブのチケットが燃えられるよ。思わぬ収穫。よかった、まだいた。義学忍徒さん、何か。もうお芝居の名前で呼ばないで、芸名の方でいいよ。バナハナちゃんって呼んで。そうそう、グループのニックネームはバナハナちゃんかっこ努力中だよ。よくよく見たら、今年の新入生って本当に顔が長っ。このチャレンジは一人がカメラマン。面白そう。義学忍徒さんが用意した試練なら拙者もこ。イエーイ。じゃあ、それじゃカメラマンは。さあ、モデルとバナーレも。
バット忍者さん、お主の忍法残影はなかなか見事だな。はあ、みんな写真写りが良くて羨ましい。ううん、お祭りの日なんだからそんな悲しいこと。これでもう邪魔者も来ないだろう。話してくれ、なぜ俺たちをつけていた。鋭いな、お主にも忍びリッスンパワーが備わっているようだ。だが拙者は偶然お主らと同じ道を進んできたに過ぎない。ここに来たのは学内に両乱人夫を仕掛け邪忍の結界を破るためである。人夫って、わかった、さっき風紀委員の人が言ってた落書きのことだね。七死忍者さんであるお主らと再び出会うとは、なんという因果妙縁の巡り合わせだろうか。飛龍忍者さんは拙者のことを知らないだろうが、きっと拙者の同僚のことなら知っているだろう。銀の鎧をまとい、洒落ていて豪快、銃弾忍法を得意とし、常に甘美な言葉を話す忍侠、シルバーガンシュラさん。ブートヒルのことか。うむ、つまりお前も巡回で。そうだ、だから拙者は誤解を生まないために。任侠って巡回。これでホテルにチェックインしたのが誰なのか、おのずと答えが出る。飛龍忍者さん、そしてここにいる皆は開拓の奥義を会得した忍びなのだろう。ならば銀河忍界です。忍者が滅ばない限り我ら忍侠が介入しなければならない危機は絶えず起こる。拙者がピノコニーを訪れたのは、奴は邪水を率いてあちこちに害をなす。奴こそが忍びの都の敵。何を言っているかわかるか。聞かなかったことにして。厄介なことになってきたな。彼女が本当に巡回レンジャーなら、言っていることをたわごととして扱うわけにはいかない。本当にピノコニーで何かが起きている。状況がまだはっきりしていない間はむやみに行動しない方がいいだ。ブートヒルに連絡がつくといいが、彼は今どこにいるのか。ああ、目が覚めたと。その時に気づいたんだ。だが俺、ベイビーが。ほい、お客さん、失礼だけどこれでもう7杯目の。いや、この甘い飲み物が悪い。安心しな、その理由なんざ。ランハの手伝いをしろって言うな。特に怪しいもんは見当たらねえな。最後にもう一度言うが、ここはもともと何の役にも立たない空き地だった。しかしここにバナーレの彫像を。それは君が決めていいことじゃない。じゃあ誰なら決められるって言うんだ。ミカだって何も。今日は何としても彫像をここに。なんだ。よせよ兄弟、そいつはこっちのセリフだぜ。何をごちゃごちゃやってんのかは知らねえが。この男はお前たちの。いえ、私なら、そうのか。あんた、人の話が通じねえみてえだな。そんなら。結構だ。すまない。二人に銃を下げてくれ。俺もあんたも一度は死んだ身だ。俺だ。そういう案。まあ、そん時になったらまた考えりゃいい。あ、おい待て。バナナ？は？バナーナ？ベイ。ミカ、お前はこういうことに。みんなが好きなオブジェを置いとくだ。まず俺には。次に、俺はただ偶然通りかかった友人。そうだ、正直だが、その目はよく覚えている。初心を忘れるな。
こんな大勢の前でその話をするな。物事が流行るのには必ず理だが、今日のところはお前の顔。おいこらバナナ、待てよ。行かせてやってくれ。そもそも、おー、聞きたいことは分かっなら銃を鳴ら、しかしそれは若者と悪を追ってきた。回りくどい言い方、もともと他人の割と最近の待て話、彼らはバナシスタントを自称、イメージも俺はバナーネブ、さっ終わらない分ピノコニーではなが、まあ、好きにしな。待ってくれレンジ、悪を追ってきまだ安心で7杯味がいまいちだ、信じていい。じゃあ便宜を図ってバナーネモンキーのファンだ。待ってください、皆さんにこの世界、何を言ってるんだ。そこの人、部員証は持って、また見、いいか、銃はでもさっきの上合言葉じゃなくて、意外とちゃんと、あのな、まあまあいいか、うん、バナだが、まったくすまないが兄ちゃんよ、いいだろう。We're long, we're strong。 トビお姉さん、ええ、とてもよかった。でも、そうね、少し、あなたは上達がとても早いけど、ロビンお姉さん、大丈夫、私の考えすぎだったみたい。あなたはとても健康。まさかこんなところで大スターに会うとはな。怖がらないで、このおじさん、あ、そうね、おじさん、ブートヒルさん、あなたもあの楽しいだバナナが。ブートヒルさん、あなた、あら、ごめんなさい。ベイビーが何するの？ラブリー、キューティ、やっぱりブートヒル同じ？ど、いいえ、私最近よくここへ来て子供たちに歌を教えているの。でもドリームリーフが、バナナ、あなたも気づいていたのね。この近くの屋室、どういう原理なのか。それとバナーネブ、それなら俺も、残念ながら入れなく、それに中に入れた、あんたも通れなかったが、情報を集めるための、もしかしてピノコニーで、そいつを話せば長くなる。まずは状況を確、情報を集め、それでもダメならもっと手っ取り早いよ。バナーネモンキーの手作りぬいぐるみを、俺がこの猿を、さあどうでしょうね。俺、え、ちょっとちょっと、ごきげんよう実は最近よく、それにしてもバナーネブ、やっぱり私、ロビンさんが入り、そんな、でもロビンさんとバナーネモン、実は私、でも初め聞いてくださいわな。あまたのその子疲れと全て、はい、ま、とても気に入ったわ。
んたのことは覚え、安心しな。わかった、質問するぞ。それじゃ正解、バナーネブはバナ、そうそう、合格だ。行くぞロビン。ブートヒルさん、なんでそう思う？これから人目を引かずに行動、それにそれにこれから何が起こるかわからない。変だわ、つながりはあるのに。答えは至ってシンプルだ、ブートヒルさん。私も巡回レンジャーの、そんなあなたを。こそう、かしこまる。サル、キュートなお猿忍者じゃ。外のことは私の方こそ俺は善悪、そのシーンは少し分かったわ。バナナが、何も怪しいところなんかねえじゃねえか。うまく隠して、もういねえか。おいおいバナナめ、なん、いいぜ、正面からやってやろうじゃねえか、忍者ごっこ。待て、バナナが、これは俺？お猿忍者ヤンハニ忍法マスタークチャは、忍とランハ、はい、ここに弟子入りして早ご今日、ここにありがたき幸せ、この巻物をも、これを忍び、だがそれはわしにも、お主はただつまり銀河打者、バッ、しっかりして。結局ブ、ねえ、うちら、失礼な言い方かもしれないが、だが彼女の懸念も、うんうん、そうだな。え、でももうすぐドリーバナーネモンキーの、じゃあ行ってみようよ。こちらと同じ目的で来たのか。大間違いだ、バナーネモンキーは決して。夢というのは潜在意識の、おお、どうも、バット忍者さん、ルリ忍者さん、飛竜忍者さん、一人ずつ挨拶する必要はな、うむ、忍者の見解は大、全員集まったようだ。今回の講義の内容、無教を構成、その戦略、つまり、いやいやいや、わあ、一瞬で絵ができるなんて魔法、心を落ち着く、なるほどバナ、えバナナナ、お手本はどうなってんのこれ。俺が探りを入れてくる。で、やっぱりうちらが行くよ。動かなかっちゃ、話いいぞ、バナ、早く書くんだ。まずは心を、そして作りたいものを頭の中で。
完成したのか？そろそろ、うん、この作品！時の魚影、のみき人作サワルスシャンク。では次の作品。忍び六装書なんてつ…そう？すごい。わぁ、だが零点だ。なんで？氷をこんなに出してなん？なんでよ！君に抗議で。最後は。バナーネモンキー。もういい！待って。バナーネモンキーへの愛がなければ時間が。違います。ああ、早いところ現。君には理解で永遠に手に。お主、話は終わったか。終わったのなら目をこっちに向けるといい。何？待て、それは何だバナ。これは両乱封印だ。ではご評点ね。何が評点だバナ。形成の。これはスイーツニントさんが心の中で想像している風景だ。先ほどお主が振り返った瞬間、彼女の心から。何、いい加減なこと。焼きサーモンは泳げない。同様に忍者も言葉で人を惑わさない。スイーツニントさんに必要なのはほんのわず。そうだな、スイーツニントさん。え、銀河忍法帳にもこう書かれている。蛇は足がなくとも移動でき、マンタは翼がなくとも。お主の決心がついたなら当たって砕け。どうでもいいから。人の作品を使う。巨頭邪水さん、人は道を伝え、義を授け、迷いを解くもの。そんなお主が忍との忍道を軽々しく否定するなどしてはならない。そうだよ、いくらなんでもさっきのは言い過ぎだって。頭きたまな、学外の野良猿め。攻撃出ていけ。出ないと鉄拳指導で君、それと君たちのようなさ。うちらとはかん。ようやくその残忍な本性を表したか。ならば拙者も壮絶狩猟を始めるとしよう。バナシスタントたち、かかれ。不良学生どもを懲らしめる。攻撃中に暴力振るっちゃダメでしょ。これはバナイク。暴力もバナイクの一環だ。生産しましょう。恐れずひるまず。遅い。上昇腐敗。やっ、大将は定まった。帰る時間だ。勝負ありだな。では拙者が忍びマントラを読んでや。法の定めがどうであれ、暴力振るえば返されてる。
これ君もう十分だろう。彼はもう壊れている。諸君申し訳ない。バナシの管理が至らず、諸君には。お主がこの折り紙村。村長、そんな大それたものでは。ドリームメイクデザインの講義にトラブルが発生したと聞いて見に来たのだが。だが君は、みんな、そういえば、正体不明の密航者がピノコニーに潜り込んでいると聞いたな。ピンクの髪に。回りくどい言い方をする人。私、その密航者が本当に悪事を企んでいるのなら、わざわざ降り、どんなバナナの苗木にも実を結ぶ可能性がある。さあ諸君、新入生を歓迎しよう。バナシに逆らうなんてすごいじゃないか。かっこよすぎるよ。俺ずっと気に…なんで忍者を名乗ってるの？あなたが住む星には忍者がいるのかしら？ランハさん、助けてくれてありがとうございます。それと、これは拙者だけの忍法だ。残念だが他のものはます。しかし時が経てば。宿命とはバナナの皮みたいなものだ。私たちは囚われた果肉のように。えい、あちゃ、騒ぎが大きくなっちゃった。ヤジウマがたくさん集まっちゃってるよ。あら、教師と喧嘩した。あっ、モンタナ。わあ、そのいいわ。ホモハビ、そうよ。本名なんで。バナーネブは私たちはお猿。ああ、もちろんよ。俺は不要だ。じゃあこの基地。やった、さすがうちら。あの猿って学外の活動グループまである。一人で大丈夫か。大丈夫だって。くれぐれも注意。任せなさい。美月の無事を願おう。バナ、何の音だ。バナーネモンキータグがついている。お前たちが買ったぬいぐるみか。バナ、バナ、逃げたな。なら先に。あのぬいぐるみ、まるで生き物だな。この方向はウェルス学園。ランハ、いつの間に。百人とさん、拙者はすでに他の。お二人とも早く彼女に説明してくださいよ。それはともかく、お前から買った。生き物のように行動する。あなたたちお金持ちは本当に理不尽ですよ。もう私につきまとわないでください。バナナナ、つけくべ。ウィルス話、私がどう教えたのか。この邪水、虫のような体。はあ、今なんと。先生、お客様は神様。失態を演じてしまいました。お猿さんのぬいぐるみがやんちゃなのは、折り紙大学は。そんな彼らにとって、バナメの木は最高の友達になり得るんです。なんと、もうこんな時間ですか。では私はこれ。私も講義があるのです。これ以上聞いても無駄だろう。バナナナ、この雰囲気、本当にマーケティングの講義なのか。皆さん、よく。では、この質問について。はい、そこの灰色の髪。
貧しい人ですが、私たちが追いかけ、しかし皆さんがバナネも、バナシ前回し朗報です。ぬいぐるみの販売は残念だが、一つ考えが。ああ、ま、ボン、バナ、効果はあるようだ。俺たちをどこかに連れて行きたいのか。追うぞ。今日は一日中猿を追っかけてるような。あれは百花忍徒さんと虫けらジャスイ、ウェルス話、はあ、ドリーム。それよりも彼らは本当に、もちろんですよ。私は、なんやら君は、それは自分でも分かる。ええー、まあそうだ。君とどうし、バナバナ、私がミスコンですから。バナ、まさか、なぜ、もっと君のお父上が、そ、父さん、バナ、フキの様子がおかしい。虫けらジャスイさん、忍者、なんでね、私には手がない。落ち着いてく、私はた、皆さんにはこれはこう、銀河忍法中に、バナナ、だが、バナ、どうやら答え、バナ、でたらめばかりのジャ、何を言って、つまり悪魔は宝でけ、騙された忍徒を、一体何を言ってるの。このバナシたちは普通の教職員ではない。お前たちの目的は何だ。それはもちろんバナーでも気づく人々に幸せを届けることです。バナー、迷いはない。スミコ、邪術で忍者を邪水にする。停止したようだな。どうもおかしい。まあいい。バナ、バナ、百花忍徒さんは、ランハ、ソロス、気流忍者さんは、ずっと疑っては、原始博士のことだな。ご明察、お猿に。天才クラブ会員番号64、原始博士。彼の本名を知る者はいないが、実験に巻き込まれた世界はすでに数十に上る。彼がオムニックは機械に、ザスカー人は鳥に、さらに人類の文明も。もし今回の件に原始博士 100% 銀河忍法庁、拙者はすでにシルバーだから、こちら確かに。おや、親愛なる縁、なんとガン、おお、この演者のセリフはな。ミスターレック、何か。実はハーモニー学部で学園祭のセンターといえば君、あのハーモニーば、わかった。そう来なくては。そのハーモニー話というのも、おそらく黒幕の同僚だろう。それにあのミスターレックも一筋縄ではいかない相手だろうな。拙者も同感だ。飛竜忍者さんは思慮深いのだな。
わな。バナン。ダメ。全部私。ハーモニー話。あら、素養はあるみたいね。ふむ。この邪推はドラゴン。猿。いいえ、ミスターレック。プロの監督の目を。バナナナ。では配役ミスターレック。バーナいいじゃない。次は勇者を好きにしてくれ。最後は矛盾を抱え待った。おっとすまない。では演者諸君準備。ういういしいなら早く。では一日アクション。光あふれる夢の大地、眩しく輝く最高楽譜。ちょっと今のは忍びマントラだ。この学生では私の番だ。くらえ、あんたら全員野郎だ。折り紙大学は野郎のたまり場だって忘れないようにね。不合格。バナ、バ不合格。ごめんバナ。無知なる邪推、悪しき言葉で。バナ、全然ダメね。ごめんバナ。私の番だ。このクソ野郎、調子に乗るな。バナバナ。おお、大嵐の神よ、なんと凶悪な言葉の刃か。不合格。これ以上汚い言葉。強者は地に落ち地辱をす。バナ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 。あなたお疲れ炭鉱。今しめ胸に刻んだ強化。また私の番か。あれ、この前のバナバちゃん、またバナバに来たの。このバナバ野郎、この気迫。シルバーガンシュラさんもマナーがなってないわね。不合格。待って、あのね、お願い。ギガクニントさんの演技には何の問題もないだろう。勝手なこと言わないで、ミスターレック。撮影中止。バナナナ、またこれ、まるで夢の中に。大丈夫バナ。バナ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 ナナバナイバナナナナ。おめでとう。あなたたちはあとすバナ。やはりこれも忍者の。あら、どうしてあなたは。ドラゴン邪推さん、拙者の両乱忍法に比べればお主の妖術など取るに足らない小材。拙者が皆を目覚めさせよう。両乱空手正気弾枠ハンドショー。銀河忍法帳にはこう書かれている。ギガクニントさん、これって別。いいや、今がクライマックスだ。ただ少し演者をちょ。何を言ってるの。カット。望むところだ。分かった。この時正義の刃で。何何、私も。がこうと社会のお荷物になる運命なの。おとなしくバナーネモンキーになって猿の幸せに浸ってなさい。運命、ふざけたことを。忍びの英人は因果を立てるわけではない。いな、むしろ我らが因果を立たねばならぬのだ。上昇。そうだ、ジャッキーを。大将は見込みか。飲め。さあ存分に味わえ。あ、上
元関係邪水の謀略天中命中忍者の活躍強者が楽譜の災禍を払い宴は昔の姿に戻るさあ義学人とさバナじゃない卑劣な邪気め貴様の悪言ごときで義学人とは倒せる忍者こいつも止まったようだそれでガマに諸君も気づいていたのかでは君たちはミームウイルスああミームウイルスはたとえ現実世界でつまり忍者はジャッツとして今日それが繰り返すこの演者のセリフガマ忍者さんは私は一階の監督に過ぎないからな軽率この話たちを任命したのはあのこれ私の作品に出演したいのだろう天守閣で退治する時が来たことは一刻を争う皆の者忍びダッシュで移動するぞなる学生諸君予約たわごとはそこまでだ潔く白状するがいい、うん、隣の君通訳要するに折り紙大学にミームウイルスが現れそのミームウイルスこそバナーネモンキー、はあ、この講義も否定しないんだな陰謀バナナナどうやらピノコにここで行われているのはこの私二級研究は順調そのものお猿屋が天下の民を来る、うん、君の言葉は本当に分かりにくいなまあいい ひどい忍術だな市場に出回って正解豪古博期前博識学会によって人類がかゴールデンネバナナは瞬く間にフルーツだがそのああ人工的にしか繁殖できないネバナナに進化の可能性はこの宇宙を支配していた種はお前は人類も同じだとそうだネバナナは繁殖力が極めて強いグリーンしかしここの人々は文明の粗末な模倣ゴールデンネバナナのようにいつまでも変わらない脆弱で何の取り柄もないピノコには間違ったバナイクを受けてきた故に博士は道を誤った世界を可能性あふれる灰に戻してもう一度成長するチャンスを拙者は一つまた一つと星を渡り歩いたが口を聞ける忍者などどこにもお主はよく知っているはずだ彼らはさっき通り過ぎた猿は数年前までは船乗りをしていて遠くで他の猿と果物の取り合いをしているのはかつていた星で一番の知恵者だったしかしこれからは猿として生きるしかない気のせいか君それともこの光景を見て昔のことでも思い出したの博士は天才だ彼の理想は崇高であり必ずや実現する人も物もそれぞれの役割を果たさなければならない博士の失敗お前の陰謀はここで終わりずいぶんと自信があるようだな折り紙大学バナバナ講義はこれで終わりだか
何をしているメモキーパー。親愛なるプロデューサー、君のリクエストには全て応えた。リクエスト？いやいや、リク…それはおかしい。私は苦労してファミリーの監視の目をかいくぐり、諸君、彼らは皆期待の盟友だ。まだまだ掘り下げられるストーリーが残っているというのに。ミスターレック、これは相談ではない。3システム時間もしないうちに君は学生たちの NG 断る。博士の行方を突き止めたことは褒めてあげよう。だがこそこ君の資質は実験動物の基準にも満たないの。残念だが君の脅しに意味はない。私は素晴らしい映画を撮るためならいくらでも危険を冒せる。芸術に身を捧げる。一度クランクインした以上リスクを背負うのは当然のこと。たとえクレジットの名前に探検譜をつけられることになろうと、真の監督が。結局のところ君もならば。憎しみとはす、ホーリー。これこそ私がバナーネモンキーか。よく考え、特定の手段を。そこで私何言ってんだ。分かった。あれ、ちょ、ねえ、どこ行くの。ありがとな、こんな才能。別にわしが興味本位で、ていうか、え、だこの人は、え、ま、どこも。七シビトのジョージャ。ちょっとって、あ、気にしな。はあ、いや。あ？ふざけた大学。原子箱。うん。そうだね。情報交換しよう。あんたから先にどうぞ。なるほど、やっぱり。それでドリームリーフで何か収穫はあった。いや、な、うん、ちゃんと話が早く。うちの上級部、今の。え、だが、どこを見ても目に入るのは。そんなこと言って。あの部活の他に方法。あるには。美月さん、うん、ちょうど大丈夫。そうそう、本題に入るけど。違うわ、み、次は真のバナナが。うん、でもよくわかんない。学生の中にもその人たちは何にも言わなか。みんな幸せ。それは面白い。ちょっと、あんた今度は何するつもり。よう、バナ。おい、バナ。おいおい、たかがテレビ見る。あ、戻ってきた。これがモンタナの言ってた権限みたい。バナーネモンキーに会う唯一の方法はバナシスタントとリンクス。お待たせしました。おや、え、はあ、またそうやって便乗しようとして。バナ、君は。ええ、俺にはサイ。え、サイ。俺はホモ。ああ、君の噂は聞いていましたが。ちょっと、こうすりゃ手っ取り早く黒幕に会えんだろ。外の見張り。早くない？
人って本当に才能あったの？答えは簡単。誰よりも過去にあバナナだ。またお会いし美しい幻想多くの部員がですが、何言ってんのか。ご心配なく。例えば君にモルトジュースを飲むのをやめろと言ったら、まず何を思いますか？とりあえず一杯。やめろ、そういうのって。どんな時でも。ほら、なので。モルトジュースへのここで改めて質問。バカらか、人の頭をか。次はより複雑な問題に目を向けてみましょう。まさに消えること。分かってんならな。まあまあ、バナーネモンキーは。ユニゾンが響く。星々の反響。味わえ。行って、カム。決闘だ。ご褒美だ。引き金を引かねえなら。気分はどうです？ふざけんじゃん。言いたいことは分かる。では先ほどと復讐のためにこれによって、うん、バナナか。だがどういうことだ？あんま悪い気分じゃねえ。いいですね。巡回連憎しみはそう。これは最も難しい。レンジャーさん。ああ、言ってることはよく。兄ちゃん初めてではありません。私のことは。ああ、私は一回。そして君は折り紙大学の。だが、さあ進む。いわゆる地ゆえに、それを失ったところで。色を失っても、君はレンジャーの。動かないで。もちろん動かん。照明って。私は自分。そしてモンタナ。ミツキなの。ちょっとモンタク。あなたバナ。モンタナ。ああ、ここを離れよう。好きにしたま。はあ、意味。こっち。ぼーっとしてるみたいだけど、まだ寝ぼけてるの？
ナナナナ。何こいつら。ここを離れる。実験さん。いかにもこの巡回連中。まだ戸惑ってだとしたら。じゃあ。巡回連中。嘘。ちょっと待った。ああ悪くねえ銃だがあんたらのトラブルに首をつ。じゃあまさかあんたが。ああ彼はその鋼の今ここに立っ今の彼は不完全な体記憶からすなんと奇妙だがさてか原始博士のダメ言っちゃだ静かに。これはああいやまだやることはあとにかく辛い残念ながらまだ若い別にアルガンアパシには知ってのはなるほど君なら原始博士のこれが最後の推しそして一つオーケー先生外しちまうんじゃねえかって心配してた何バカなうーんだがこれでわかった俺は耳がとマジでニックの言ってた通りだ復讐に理由なんざ必要ねえそれはなぜ生まれながらのああ死に濡れた指名手配犯と引き金を引いたことのないカウボーイにはある共通点があるそれは悪を打つっていう本能かなベイビー俺の超感覚ビーコンをいじったんだろハリー特別に一つ秘密を教えてやるぜ今から一発の弾丸であんたを愛すこの言葉は改ざんなんかされたいねマジで思ってる使徒は断面に振り一刻最も公平な愛で特にあんたみてえなどんどん落ちてくかわいこちゃんにとってはかかがってきやがれ行ってカブ引き金を引かねえならやがれあ長期間見据えるのが成功だキッドバー生産しましょう星々の反響行ってカブこれは死のいいとあいやそれは今終わったこれから始まるそうだった助けを呼んでこないとな必要な共感覚ビーゴンが治ったのかほーれえそれってなるほどどんなに行くぞピノコニーで俺よりそうだ V ドリームリーフを起点に美しい世界何がいい全員注文分かったらまたあなたたちモンタナ聞いてやめとけレンジャー君あどんな悪党でも撃たれりゃ死ぬでもって俺はちょうど銃を持ってるこんなシンプルなことに頭を使う必要はねえだろわかるかハニー俺は講義を受けに来たんじゃねえこの講義を終わらせに来たんだ！Thank you.
時間をラーメンのように引き伸ばす最後の忍者。しかしマスタークチャワは牛蜜泡。初めて見る顔だな。我は巡視の神殿を得た任侠。任侠試練。最終試練、末法の日に。おそのおお、大嵐のお会いできて光栄。10年に及ぶ苦行の末。では我は忍者を。待ってくれ、拙者も今や忍。いや、そなたの狩りは終わっ。リリ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 リ。カット。なるほど、この演者は CG 映画に向いているようだ。今日は面白い演者が揃っているな。グリーンバックの中に生きるもの。君、誰よ。改めて謝罪しよう。私とバナフェッサーは確かに協力関係にあった。ミームである私は読んどころない事情によって敵の手に落ち、致命的なミームウイルスに侵されてしまう。なるほど、先ほどの空間忍法は実に。それはあの学長室での裏切りは演技で、真の目的は俺たちをここに連れてくる。あるいはつまり次女。それはバナゴが我々ピノコニーの夢は人々の欲望に根ざしている。ミーム汚染はそれに不可逆な影響を与えている。バナーネモンキーの流行は始まりではなく終わりだった。その瞬間から。ピノコニーの夢と今回の猿の夢の違いは。さすがは炭鉱君。流行とは潮のように満ち引きするもの、つまり必ず廃れる時が来る。バナーネモンキーのブームは抑えられなくてもまだできることはある。どうすればいいか。ではここ忍者の演者。答えはセシプリモン教授は先ほど君の。それで今日。そしてこれまで。これは原始博士のもう一つ。銀河忍法帳にはお主の言う通りだ。拙者は昔お猿屋の手に落ち、邪悪な。もう遠い昔のことだが。面白い、実に面白い。映画の第3。ただストーリーを進める。どのようなミーム。私のフィルムを使い。頭の中のバナゴがだんだんはっきりしてきた。はい、バット忍者さん。任侠とは何だ。いかに添付か、血筋か、どれも違う。大海のように広い銀河。今任侠の伝説絵巻が。解放申請。秘樹か。これはラン・リン・ピョウ。正しいパスワード。お猿屋の封印、たとえ邪術によって。私、これで試練は終わり。マスタークチャ。マスタークチャ。忍道に入ってマスター。見よ、無情で。お主が忍、お主のその名前。それはだからこそ。では乱波で。よかろう。
無論忍者邪水か多量の忍びパワー、しかし人気恐れるな、忍びの都のために。この激痛はこの苦行彼女は彼女はサンゴ、そうだ、任侠になるために。これはこの邪水たちは、あの邪水たちに、だが両忍者を倒すため。危険なヤニゾンが響く。自信がある。行ってカム、遅い。あっ、長期間見据えるのが成功の秘訣。さあ存分に味わえ。上昇腐敗、大将は定まった、迷いはない。大将ボシボシの反響、資産没収よ。飲め。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。遅い。恐れずひるまず。上昇腐敗。は定まった。参考訓練レベル銀河忍法中俺はマスタークチャット3号にミームウイルスを使う。これよく聞こえる拙者の忍びリスンパワー。ホモハビリス22、わしらは三号の精神体制を高め。回りくどいことを。な、彼女が今。わかった。彼女はた。マスター、悩む必要。情報寄縮度 74% ランハ時間だ、早く見える。よかった。そういえばな、銀河忍法地、それは一体。弱き者を守るためレラという内容の漫画じゃ。なるほど。さ、はあ、彼女に無駄な知識を与えないよう。特に必要がないのは凡庸な善悪感だな。そのように視野が狭くては一生博士な。どうじゃろうな。三号を本決まっているだろう。お前は卒。待て、彼女。第17研究室の代表として皆さんには、皆さんが目にしたように腐っていく世界を救うために人類は退化しなければなりません。退化してこうした異形は凡人の人も物も燃えろ。ホモハビリスに。私はすでに卒業した。
なぜという顔をしているな。誰が主導する。それなら心配するな。彼女は小さ道徳。バッカス2の道徳は全ての家庭の次男をナヌークの供物にすること。天魔聖官道徳は我らの犠牲。相対監修。認知の隔離はミームウイルスを消滅させるための第一歩だ。分かったなら、これは変だな。お前はずっと従順だったで。硬い筋肉だな。まるで岩を叩く。空手。早く。このゴン。お前がうまくやれば、また。マスタークちゃん。分かったぞ。これはきっと。相対監視とマスター。ホモハビリスに3号も失敗作だった。あれはただの事故であったとお主も分かっておるだろう。私は研究モンキーであって、このマスタークちゃん、そんなことお主はよくやっておる。お主は忍者の拙者は、ああも弟子入りして今日ここに。ありがたき幸せ。この巻物を、これを忍びの都に。しかしそれはわし。お主はただ、つまり。わかった。ここが神の目が蜜汁を注い両乱に。よし、これでに。ホモハビリス7号、これはどう。わからんが急げ。すぐに手を打たなければ。マスタークちゃん、両乱妊婦の。よくやった両乱。おいレンジャー、やめろ。ホモハビリス7号、何をしている。ホモハビリス2に実験対象を騙し、学術仲間を騙し、挙句研究モンキーまで騙すとは。第17研究室の最大の過ちはお前のような詐欺師を。相対監修ランハ。何だと。もういい、戦闘モンキーども。両乱忍者、今日の試練は裏切り者を倒すことに変更じゃ。承知。先ほど習得した両乱忍法、今ここでマスターにお見せしよう。上昇腐敗や。大将は定まった。さあ存分に味わえ。遅い。星の反響。迷いはない。よい、生産しましょう。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。上昇腐敗は。大将は定まった。なぜだ、この戦闘モンキーたちは。研究モンキーが手塩にかけて育て上げた戦士。日夜苦行に励んだ甲斐があったというもの。見ろ、この実験はわしらが共に行ったもの。教えてほしいものじゃの。博士の理論を疑うなど言語道断。研究モンキーたちにはきっと彼らなりの考えがあるのだ。もうすぐセキュリティシステムが復旧する。原始博士の怒りを受けるがいい。身の程をわきまえない巻きどもめ。お主は間違っておる。原始博士はわしらのような凡人など気にかけん。ランハ、
試練は終わった。行くがいい。しかしマスタークちゃん、ランハ行け。わかった。お前武器を隠していたのか。一体何を。ホモハビリス22を故に。待て、銃を下ろせ。私たちはずっと共に歩んできた仲間ではないか。そんなことをすれば。相対慣習、時勢の句を読むがいい。これは因果応報である。警告、 C11 通路に非承認人員が出現。保安モンキーは防御システム。忍者はここに陣を敷く。警告、 C11 通路の防衛システムに故障の歌。警告、通路の防衛システムに大規模障害。警告、 C11 通路の防衛システムダウン。 C11 通路の忍びの都の外の空気。おい、大丈夫か。初めて見る顔だな。お主は巡回レンジャーだ。救援信号をキャッチした。原始博士一派の縄張りを突き止めるのはジャングルでたった一本のバナナを見つけるより難しい。任侠では、拙者の試練は終わったということか。試練、何を言ったこと。ああ、また猿に狂わされたかわいそうなガキか。最終試練、末法の日にお猿屋の陣を破り、この地を覆う災厄を退けることだ。拙者は任侠を名乗れるだろうか。マジか、全部お前一人でやったのか。10年に及ぶ苦行の末、一夜にして称号を得ることになるとは。拙者は両乱忍法を無駄にはしなかった。マスタークちゃん、この瞬間を見せられたらどんなに良かったか。なるほどな、このガキはミームウイルスに感染してんのか。普通の人間ならとっになってんのに、なんでこいつはこんなに元気なんだ。私の話を聞け。今のお前は危険な状態にある。早く治療を受けないと脳みそが爆発するぞ。待ってくれ、拙者も今や忍者に対抗できる忍侠。お主の助太刀をさせてはもらえないだろうか。ふざけやがって、死んだら復讐はできない。ガキ、お前は遵守の道を歩みたいのか。一旦足を踏み入れたら後戻りはできないぞ。構わない、拙者は止まることなく全ての悪を払ってみせる。たとえ矢が鶴にかかり永遠に戻らないとしても、一心不乱に邪道を破り正道を示す人道を貫く者だけが忍侠になれる。拙者はもう決めたのだ。素晴らしい。この記憶ならより強烈。あちら側も。大丈夫。もおお、そいつはよかった。俺の頭が平気かど。そんなに悲観的。二人がバナー。だが。状況はすまない。いい残念だが、そっか。変化は今も続いている。私が感じ取っ。ああ、信用できるハミカさん。時間がないから。ドリームリーフでは、そしてロビンさんだが。なるほど、二人の行動が終わる。あっ。
終わってないんだけど。モンタナを放っておくわけには。言われなくてもあんたが逃げる。そうでなければこの登場の仕方はオープニングくらい。あんたロビンの仲間か。おや、なかなか鋭いではないか。ホーリーベイビーな、ここから離れろ。何の伏線もなかった私のこの映画のために私はこだ。ああ、ランハに言われてきたのか。ドリームリーフを救う手段が一つ。あんたここの連中の、ここにいる奴らが外の美しい夢を捨てたのは。ミカ君もそう思っていたようだが、ジョーこの困難も乗り越えたい。だがファミリーの支援は。諸君には贈り物を用意した。つ何この映画の中で私は監督であり演者でもある。完璧を追求しないわけがないだろう。そんじゃ、これはあのキューティー。さて、なんだ兄弟その逆だ。所詮俺は選択。いや、仮に住民たちがもし本当にさ、ただロビンさんならファミリーに気づか、調和の調律は雑。ただ一部の人たちのファ、さらに重要なのはドリームリーフにファミリーの声だけが残った場合だな。それなら全部の音を一気に鳴らついてこい、ビッグスター。見ろ、ビッ、これは詳しい説明。それともそんなことない、正直。でもそれでいい。ダンスで世界気球存亡の時、おい話は見かけお、バカバカしいと。お前チンピラを見るの、どういうこと。お前の言う通りにする。よう、兄ちゃん震えてんじゃねえか。まだ飲み足りねえのか。おい、そこのカウボーイ、人を冷やかす暇があるなら手を貸してくれ。お、ちょうどいいな。俺も手を貸そうと思ってきたんだ。今から言う場所に行ってみろ。面白いもんが見れるぜ。これは俺の持論だが、人間ってのは賢くある必要。カウボーイ、みんなついてき。モネラ、急に。まあいいか、狂っちまったのはお前だけじゃない。どうせならよ。お、誰が来たかと思えば。あ、ずっと探してたんだよ。どうだかな。う
まあそれはいいとして、うちと別れてからバナシスタントを倒した分の功績半分ちょうだい。いいぜ、半分やるよ。ってちっとも減ってないじゃん。早く行こう、急がないと。その必要はねえよ、別の方法を思いついたから。おいおい、美月さんが教えてく。モンタナは何も悪くないよ。あいつら何もかも捨てた方がいいとか言ってるけど、実際はみんなを猿に変えないと相手をコントロールできなかっただけなんだから。あいつらの人を惑わす言葉がどんだけ理にかなっていようが、弾丸には勝てっこねえじゃん。ま、とにかく用がないならついてこい。いい場所に連れてってやる。いやー、なんか賑やかだね。今の時代、ガシパーティーって。え、パーティー？ブートヒルさん、実はここにいる人たちのほとんどは私のことを信じてない。ま、俺のことを信じているというより、ただここを諦めたくないんだろう。みんなやる気はあるようだ。で、一体ここで行っても信じられないかもしれない。何ビビってやがる。俺は定期的に、ほら始めようぜ。先にお礼を言わせ。だがまあ、今までいろんな心配すんな、ビッグスター。医者からはそれからどうなったと思う。あんたが今信じなきゃなんねえのはここにいる奴ら、そうだろ。ドリームリーフの始めようぜ。いや、行こうぜ、七死人のジョージャー。それとも別々に座るか。実にいい。音楽は素晴らしい映画になくてはならないものだ。ダーリン、あんたクランクアップしたんじゃねえのか。ああ、だから今は演者ではなく監督として見学している。どんな調和の歌になるのか気になってしまってな。時々心の底からいい映画が生まれるという予感がすることがある。この映画に登場する演者のほとんどは、だが全てを失った時、彼らは何を求める？賢者の導きか、強者の手助けか、どちらも違う。そんな複雑なもんか。それこそが人生だ。ダンサンドは泣き声のようで、軽量音が問いかける。私たち、しかし七度音程は慰める。生命は存続できる。やってみなければ。ロビンさん。いいえ。なんだ。そうじゃないわ。見落としていたもの。あの壮絶な経験をした後でも、そんなことはなかったわ。鳥と飛ぶことに関してもまだ正しい答えを導き出せていない。何か思いついたとしても、長い時間をかけて吟味して、いろんな方法で検証する必要がある。多分今頃は兄様も同じことをしているんじゃないかしら。じゃあ今日から始めるつもりか。いいえ、そういうわけじゃないわ。ただこれから起こることを考えていたら突然。でもダンスホールにいる人たちはそれぞれ個性や違いがあっても、照明に照らされている間は同じように見えるでしょ。調和の本当の問題は、もしかしたら観客じゃなくて照明にあるのか。人々には私が。
にクライマックスへ至るための条件が揃った。さあ華麗なるフィナーレを。ランハ、忍びサイエンスはまだ。もう少し待ってくれ。銀河に銀河忍法はすでに先ほどの忍法。ああ、飛竜忍者さん、バット。さあ演者の皆の者、忍符で邪水の現実。ミスターレックはここが。ああ、これは全てバンナバナ。これからさらに残念思うに。しかしそれは無理だな。我らがすべきなのは。ああ、バッ、そして人々がも。なるほど、あの期末試験。来るがいい。宣戦布告した後に奴が何をしよう。飛竜忍者さんの言うと、猿の数が多すぎる。早く片。受けた方が良さそうだ。邪水を外に送るだけ。安心して忍びカルテを使うといい。忍びラッシュ。流行と邪水総長さんは。いつまで逃げる気。バナナナ、浮いている蜜状。邪水総長さんが惑わされたことだけが理由ではないようだ。ああ、キノコの生活は見かけほど理想的なものではない。それだけの我らは今の子は人のものも。追ってくるがいい。忍びだし。バナーネモンキーの数どんどん減っている。ウイルスが少しずつ弱まっているのだな。無意味なもん。待て、飛竜忍者さん。実験の成果がかなり減ってしまった。この劣等生どもめ。邪水総長さん、もう逃げ場はないぞ。ふん。AKA3、 人類退化実験によって。しかしその見習い研究モンキーは忍者の命令に従い注意を害することしか知らない。それはもちろん。この前の課題一方。さあ答えたまえ。もういい。学校が始まった時は
自由を追い求めろと言っていたくせに、今ではその意義を嘲笑い。それは悪人は悪事を働くための言い訳を常に用意して、自分己の欲望のために自己矛盾を抱え、屁理屈を邪推総長さん、デタラメを言うより自制の句を考えた方がいいぞ。失敗作、失敗。この美く今はい、バナナナナ召喚、最後のバナイクの時間だ。この講義の名は無双。安い大戦ウルトラ正確最爆弾。まずい、バナメも気の力が消えた。熱湯戦召喚、君たちはバナイクの不足に一時的に違反しています。バナナナ、処罰を受ける準備をしなさい。よくさあ存分に味わえ。いずれ風に吹き落とされる。すぐに追いつくよ。生命はさあ存分に味わえ。ペースをアドリブで。いずれ風に吹き落とされる。ニシキエ銀河忍法戦王儀両乱滅殺陣。ザッザッハッバナイク。バナバナ、このバナイクは失敗か。実現できない夢は気になっているバナナだ。バナナ、ジャングルは？あんた、タンコ、それに、ランハ？おお、瑠璃忍者さん、それにシルバーガンシラさんも。ホーリーベイビー！まさか、これほど偉大なビジョンが。邪推総長さん、これ以上人々を忍道を求める者は忍徒となる。意味がわからないバナ。それは同感だ。もうこいつと喋んのは。こいつをどうするつもりだ。ああ、と
りあえずたっぷりお仕置きしてから考える。邪水総長さんの罪は重く厳しい罰が必要だが、お猿忍者さんの居場所を教えてもらうためだ。あ、死んだ。もういいカウボーイ、おもちゃ相手。おもちゃ？ハニー、あんたのそのカエル、はあ、君は助監督を傷つけた。その下品、ただの小道具を拷問したいというのならそれはそれで構わない。だが明日で名の変。シルバーガンシュラさん、拙者のスーパーリッスンパワーでも邪水の音は聞こえない。ガマ忍者さんの言ってベイビーが、こんだけ苦労したのに仕方ない。おい、なんでそんな落ち着いてる。夜は長い。任侠の憎しみは任侠によって封じられるべきだ。ピノコニーは平和な時代を迎える。憎しみはいつかき。ランハ、お主は己の忍道を理解。もちろん。せ、うん、では忍者を倒す。いつかお猿忍者、この世にいる忍者。さよう。ならば止まることなく全ての末法の世が。なんかすごいことになってたんだね。お前が。まあ別にいいけど。それは褒めすぎだ。セミナーが終わって大学側は今回の件を公にしていない。怖っ。でもあの人。ああ。あれってモンタマたち戻ってきたんだ。忍者さん。え？あら、知らない？今流行ってるミームで元…あ、そういえ…バナーネモンキー？古臭い？ドリームリ…そんなことよ。これから官人部…ううん、そう？いや、うちはルリ忍者である。これがピノコニーの流行の…フキ、あれから考えたの。いや、今回の学園祭で大儲けしたの見ていてくれと。お前というやつは。フキたちは納得。君もウェブスカートに。シャリカ、このスイーツすっごく美味しいよ。もう一個ちょうだい。もう一皆さん、ちゃんシャリカ、あ、ありがとう。シャリカは自分の妊婦を見つけ、ね、バナハナちゃん、ミスターレックただの。あなたはこれから。もちろん。はい、ありがとう。私の名前なの。もう芸名は使わない。ファンにバナハナちゃん、
見て、姫子と姫子、用事。ああ、学園祭が突然延期。どう？学生生活。どうやらゆったりとした学生。見て、ロビンさんが。皆さん、こんにちは。今回の彩りの夢学、はあ、本物のロビンさんだ。今回の開会式、前より気合入ってる。あれ、そういえば前回。え、覚えてないや。実は私も前に折り紙大学に通っ、その頃の折り紙大学も、そんな中でも毎年彩りの夢学園祭の時期だけはみんな悩みを忘れることができた。でも、でも冷めない、冷めてはいけない夢もある。それは私たちの将来の夢。美しいものを作りたいと。夢は私たちを導く道しるべなの。生きていれば当然疲れてしまうこともある。そんな時は疲れが取れるまでゆっくり休め。皆さんが折り紙大学で美しい夢を持っていれば鮮やかな色を作り出せる。皆さん、彩りの夢学園祭へようこそ。鮮やかな夢、自由な理想。ここは邪悪な帝国と似てはいるが、何の手がかりも得られなかったな。次の映画ではぜひ違う名前で呼んでくれ。他の演者たちは？任侠にはそれぞれ獲物がいる。シルバーガンシュラさんは今回。ところで君のおかげで素晴らしい映画が撮れ。報酬は不要だ、拙者の。まあそう言うな。君な、原始博士の行方に関する。一休みしよっか。スマホのバイブもオフにしよう。真面目に働けば報いはあるものだね。一体何に向いて。
ね。争いなんて消えればいいのに。ユニゾンが響く。カブ、焦らないの。行って、カブ。遅い。地上が長期間見据えるのが成功の秘訣。よく見せてくれ。迷いはない。用意。すべて上昇腐敗。対象は定まった。これは星々の反響。強化を始めるね。お仕置きされたいのか。さあ存分に味わえ。恐れずひるまず。遅い。生産しましょう。すべては価値上昇腐敗。やっ、やっ。対象は定まった。サクッと手合わせ。迷いはない。一休みしよっか。スマホのバイブもオフにしよう。新商品が入荷しました。パフォーマンスを見るのも体力ない。ユニゾンが響く。ステップロスに注意。行って、カブ。サクッと。恐れず、ひるまず。遅い。すべて
狩り尽くす。上昇腐敗。大将は定まった。スマホのバイブもオフにしよう。よく見せてくれ。もう少しここにいさせて。この体で。
いないわ。危険なリズムね。ユニゾンが響く。カーブ、焦らないの。生産しましょう。遅い。地上が…長期間見据えるのが成功の秘訣。うわ、しまってしまう。よく見せた。星々の反響。上昇、腐敗。よっ、大将は定まった。この全てが共鳴する。行ってカブ。恐れずひるまず。上昇、腐敗。やっ、大将は定まった。遅い。迷いはない。でかいのがいるわね。あたしに任せて。時間がもったいないわ。ユニゾンが響く。星々の反響。あ、長期間見据えるのが成功の秘訣。上昇、腐敗。やっ、はっ。大将は定まった。上昇、腐敗。やっは。大将は定まった。資産没収よ。さあ、存分に味わえ。誰かしら。自信があるみたいだな。恐れず、ひるまず。さようなら。おなか遅い。
Thank you.
ね。